継続メンバーのショーが、同じく継続メンバーとして登場したキサキを、誰よりも早くツーショットに誘い、俺にもう可能性はない。とキサキに問いかけ、変わらぬ思いを吐露するも、キサキは友達としか、とはっきり伝えるシーンがあった。映像、俺に可能性はない、と質問されるも友達、と伝えるところ。毎週月曜日夜10時から放送中のアベマ、今日、好きになりました。通称、今日好き。24日は新シーズン、沖縄編第1話が放送。今日好きとは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介、ノンスタイル、スカス、大友花恋、中川大輔。女子メンバー、継続、キサキ、世良島キサキ、高一、東京都出身、プーケット編に参加、新規。雪乃、千葉雪乃、高二、北海道出身、ひな子、森ひな子、高二、大阪府出身。霊、畑中萌え、高三、奈良県出身。美優、鈴木美優、高2、茨城県出身、男子メンバー、継続。翔、高橋翔、高1、東京都出身、プーケット編に参加。春、新谷優、高3、神奈川県出身、小夏編、プーケット編に参加、新規。聖夜、渋谷聖夜、高3、京都府出身、蓮、前川蓮、高3、兵庫県出身、帰り、富山帰り、高1、愛知県出身。翔、再会したキサキに、ずっとキサキのことばっか考えてた。しかしキサキは、全員が揃い、顔合わせが終わったところで、翔がいきなり、ツーショットいいですか、とキサキを誘った。前シーズンが終わり、1ヶ月半ぶりの再会となる二人。翔は、正直来ると思ってなかったから、マジでテンション上がったわ、と喜びをあらわにしながら、前回の旅が終わってから、すっとキサキのことばっか考えてて、俺は今一番気になってる、と、変わらぬ思いを吐露。キサキは、前回の旅について、自分からは誰も誘えなかったことに言及した上で、前回、春くんが気になってた、って最初言ってたのに、春くんにアピールいかなかったことも後悔してて、今回は前回みたいな後悔はしたくないから、今回は、ちゃんと自分の気になる人に話しに行きたいって思ってる、と、春にアプローチすることを示唆した。一方で、キサキは、翔に対しては、前回たくさん話しに来てくれたり、今回も来んないてくれたっていうのは本当にすごい嬉しいし、前回の旅でもたくさん楽しかったり嬉しかったりしたのは本当に事実。本当なんだけど、と言いよどむ。